じゃあ今日はこれから焼きそばを作っていきたいと思います。じゃあまずもやしです。はい、次ぶなしめじを切っていきます。はい、しめじで入れます。入れたから、はい、次人参を皮むきます。次人参を切ります。はい、次はキャベツを切ります。はい、じゃあ次は肉を切ります。切ってあった。炒めていきます。はい、じゃあ野菜入れていきます。はい、次にキャベツ入れます。はい、次麺入れます。はい、じゃあ次ソースを入れます。これはい、完成。